カラチェンなりきり公演ということで、はい、今日の自己紹介もね、はい、この今なりきってるメンバーっぽい自己紹介をしていこうかなと思います。はい、はい、トップバッターはルーテンで、マニョンニャンさん。マニョンニャンさん、はい、いきます。マノサナインアイドル教室、マニョンことマノサナです。せーの、マニョ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 。マニョカのアイドル、マノニャンです。よろしくお願いします。マニョニャン、はい、今日は、ね、マニョカなんと、はい、ちょっとマニョカはちょっとよくわかんないんですけど、まあ置いといて、今日はですね、寺澤アリさんにならせていただきました。かわいい、ありがとうございます。かわいい、後ろ姿やばい、本当にもう恐れ多いんですけど。一回後ろ向いて、いや本当にアリさんなのよ。すごい、本当に身長も一緒ぐらいですもんね。本当に嬉しい、ありがとう。嬉しいです。なんか私結構ずっと結構前にアリさんになりたいなって思って、いやいや申し訳ない、髪型をずっと真似してた時期とかあったんですよ。そうなの。アリさんになろうチャレンジをママと一緒に計画してて、ママでも、ね、あ、そうなんですよ。写真見ながら、あ、でもちょっと違うね、アントニア無理だわみたいな感じで、でも今日なんかメンバーにすごい、もう、アリさんじゃんみたいな感じで言われて、もう本当にすごく嬉しいので、今日はね、ハッピーなすごい気持ちです。はい、ということで今日はアリさんになりきって、今日も一日楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ、いきます。どこまでもお届け、魔女の宅急便。モンブラン大好き、栗娘21歳、三井真帆です。よろしくお願いします。面白い、ありがとうございます。栗娘、はい、今日はね、私はマノサラさんになりました。おー、はい、もう楽屋でもね、結構後ろ姿はやっぱマノさんに似てるって言ってもらえて、確かにすごいね、はい、本当に後ろ本当にわかんないよね。すごい似てるわ、はい、でもやっぱマノさんといえばやっぱね、可愛い、いや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 ので、ちょっと今日は本当にマノさんみたいに可愛くみんなにアピールできたらいいなと思います。カラチェン公演楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。イエーイ、はい、アリスといえばニャンニャンガール。もう一回行きましょう。ニャンニャンガールですね。忘れちゃった、初めてだからね。ニャンニャンガールね。アリスといえばニャンニャンガール。アイドル教室の最年、こう見えて最年長寺澤アリスです。せーの、サボわ、難しいありがとうございます。もうなんか難しいですね、初めてのこと。でもありがとうございます、一緒に乗ってくれて。ということで、まあもうりんちゃんになりました。おーい、嬉しいです。すごい雰囲気がね、りんのちゃんになりましたということで。でもちょっと恥ずかしいね、やっぱ誰かになりきると恥ずかしいですけど。緊張しますよね、なんか。緊張しても、なんか変なことしないようにしなきゃっていう、はい、大丈夫ですよ、ね、すごい。私、りんちゃんのなんか持ってる雰囲気とか、うん、なんか服装とか、うん、そういうの結構好きだから、はい、ありがとうございます。今回めっちゃりんちゃんになるってすごい嬉しいです、私。よかった、はい、なんで今日一日りんのちゃんを乗っ取って頑張っていきたいと思います。そしてなんかまのちゃんも私になってくれてめちゃめちゃ嬉しくて、はい、そう、本当にこんな可愛い子が自分になってくれて本当に嬉しいのでね、今日はその2つを楽しんでいきたいなと思いますので、はい、はい、今日も一日みんなで楽しい声にしていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。はい、皆さん大きな声でお願いします。リエの魔法でウィガニアムホリオーサー、リエロンこと堀リエです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで今日はですね、つけ毛が、つけ毛じゃないわつきました。あんまりちょっと後ろ向けないんですけど、すごい、すごい、色も違うしあれなんですけど、ね、大人っぽいね、マホロンちゃんに、あ、本当ですか、マホロンちゃんにね、頑張って、はい、メイク道具もめちゃめちゃ借りて今日チークもこのアイシャドウも、あ、目の下の感じ、そうそうそう、あ、違う、キラキラキラ、ピンク、あんま見えないかもしれないんですけど、がっちり決めてきたんで今日、こう見えてがっちり決めてきたから、そうで早速ね、魔法師の方にアピールしに行ったらすごい嫌がられちゃったよ。なんでよ。だからそう、今日のライブ終わる頃には一応なんかホリロンじゃん、リエロンとして認めてもらえるように今日はね、楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ、はーい、アイドル教室の全力ガール煽ります、ホタテです。
こと月島さやかです。よろしくお願いします。月今日は堀さんになりました。ありがとうございます。はい、月ですね。月いいのが思いつかない。そうだよね。いや、もう月の主張が強すぎますね。月今月、ね、イントネーションの一緒だから、はい、すごい堀さんになれたということで、うん、なんか慣れそう。あの本当に難しくて髪型がやっぱ短いじゃないですか。そうだね、わしも大変だった。そうなんですよ、短くってでライブとなるともっとむ難しくって。あの生写真も撮影したんですよ、このみんな衣装 で、ね、うん、で生写真の方はちょっとショートヘアにして撮ったんですけど、ね、うん、やっぱライブなんで、うん、堀さんちょっと外羽のイメージだったんで、うん、外羽にして、うん、すごい雰囲気がでもいい感じ。え、本当ですか。私ってわかるもんね、こうやって並んだ時に。いやでもやっぱりなんか今日踊ってて、その今2曲披露したんですけど、うん、すごい混乱しません？いや混乱します。分かる。混乱する。横位置の時とかも結構、え、あれ違うよ違うよ。なんか自分違う位置いるかなとか思っちゃう。思います。思っちゃう。本当にアスミンが本当後ろ姿めっちゃ見えて。いや本当すごいよね。すごいね。いやだからなんかありがとね。はい、ということで今日はカラチェンなりきり公演ということで私の構成なんですけど、すごいメンバーがなりきってるのを見て私が一番楽しんでおりますのでぜひ皆さんも楽しんでてください。よろしくお願いします。イエーイ。はーい、鮮やかにスタイル一番魅力を込めて、せーの、アスミいつでもフルパワーお祭り少女アータンこと福沢アスミです。よろしくお願いします。アータンアータンアータンです。はい、ということで今日はさやかさんになりましたけども、うん、もうさっきも言った通り本当に髪型がね初めてやりましたね。これはすごいね。すごいだよ。え、これさやかやってたよね、後ろね。はい、うん、はい、後ろ止めるところやってもらって、ね、すごいそうです。最初三つ編みにしようとしてたんですけど、うん、やっぱ三つ編みあすみやったことあるからありますね。編み込み三つ編みやってました。そうだよね、だからこの髪型にして。あ、すごいよかったね。再現が本当に楽屋でアイドル教室メンバーが出てくたんびに、え、今の誰みたいな、アイドルラバー今どれみたいな。すごい感じしてた。なんかそれについてね、ラバーちゃんが協議してたもんね。さっきで練ったのマノちゃんだよ。え、絶対リンノさんだよってマノさんだよ、いやリンノさんだよって言い合ってたから。そう、混乱するくらい本当に後ろ姿じゃ分かんないくらいなんですけど、うん、この後もちょっと楽しみなことがありますので、ね、そちらも楽しみにしててください。今日一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さん一緒に手拍子お願いします。あれせーのって言うな。はい、はい、皆さん、はい、皆さん一緒に手拍子お願いします。せーの、年中無休のマイペースガール、納豆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 。最年少納豆巻き担当藤井のです。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとうございます。はい、ということで今日私は福沢あすみちゃんになったんですけど、やっぱり髪の毛の長さが足りないので、うんうん、ちょっと前から見ていつもはあんまりしない感じ、触覚を巻いたりとか。でも触覚の感じが本当に、ね、そうですね、似てる。触覚を巻いたりとかいつもしないんですけど、前髪を分けてみたりとか、そういう感じでね、あすみ、ね、のパフォーマンスめちゃくちゃ好きなん で、やっぱりそういう気持ちを持って、今日はあすみなんだっていう気持ちを持って頑張りたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。ありがとうございます。はい、今日もそれぞれ慣れきったメンバーとしてアイドル教室メンバー何人で頑張ります。はい頑張ります。あとは来てくださった皆さんと配信をご覧になっている皆さんで楽しいライブにしていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ししますありがとうございます。ありがとうございます。それではさやかちゃんにちょっとバトンタッチしたいと思います。はい、それでは今からは慣れきって喋りましょう。はい、イエーイ。それは寄せてるわけ。それは。それでは、それでは始めたいと思います。こんな一番真似しやすいもん。そうですね。真似しやすいですよね。どういうこと？これは一番やりやすそう。確かに。みんなはどうなのよ。あれですね。もうすぐ2月9日でお肉の日ですよね。ね、そうだよね。ね、お肉大好きですもんね。ね。え、魔法さ魔法さ魔法さどういうこと。魔法魔法魔法もお肉食べたいよね。魔法魔法リンリン、私でもリンリン、いや、後輩後輩、あ、違うか、同期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 魔法と同期魔法と同期あ、
ごちゃになるのよ。ごちゃになるのよ。同期だった。リンリンでも私みかん食べたい。みかん。栗じゃないの？みかん食べたいな。みかん。栗じゃない。あ、そうね。栗兼みかんみたいなとこあるもんね。そうだね。昔アリニャンさんが栗田真帆って間違えたくらいですからね、名前は。栗田真帆ね。栗田真帆。そうね、いつかのライブで、真帆論の名字、栗田って書いてたんですよ、ね。はい、結構自信あるってしかも言ってますね。そう、熱で熱。熱で熱で。そう、自信あるけど。栗田じゃない。間違えちゃった。真帆がごっちゃになってる。マノニャンちゃん、マニュナンさんはどうですか？マニュナンさん、めっちゃお肉好きだからめっちゃ食べたい。ちょっとギャそんなギャルいな。ギャルいな。食べたい。ギャルい、ギャルいですね。なんかギャルいですね。ギャルいですね。今日ちょっとギャルめですね。ちょっとギャルめです。かもしれない。かもしれない。かもしれない。頑張ってますね。はい。あ、アリちゃんはどうですか？アリちゃんさんはどう？アリちゃんはどう？どう？サンついてる。アリちゃん。アリスは、タピオカ飲みたい。でも最近ちょっともう、あ、なんかもういいって言ってましたよね。古いか、言ってましたね、この情報。まあ肉でいいか。あ、肉で、肉で、肉でいいね。行こうよ。新年会で。じゃあ、行きましょう。肉でも。そっか、じゃあ肉か。なんだこの流れは。難しいな、難しいな、これ。難しいな、これ。どういう流れなんですかね、これね。伝わってますかね。次この曲やるよっていうね。はい、それでは次の曲聴いてください。せーの、お肉食べたい。にんにん肉肉肉肉、にんにん肉肉肉肉、にんにん肉肉肉肉、にんにん肉肉。チャンネル登録はこちらから。 Twitter や Instagram もやってます。よろしく。